どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、四国ブロック、香川、愛媛、高知の2020年度の問1から問10までの過去問について解説をしていきたいと思います。はい、過去問については下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。問1番のところからです。はい、ここはですね、第1章に関するところなんですけど、でも、基本的なところよく出てくるんですけど、でも、でもですね、ちょっと難しい問題も出てきますので、ここしっかりとですね、文章を読み込むように、してくださいね。こうさらっと読むとさらっと引っかかっちゃいますので、キーワードをしっかりと開ていきながらですね、見ていきたいなと思います。はい、それでは問1番です。医薬品の本質に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせを、選びなさいということで、こちら答えは5番が正解となります。5番が正解ですね。A、すべての医薬品は人体に取り込まれて作用し、効果を発現させるものでありますよとあるんですけど、すべての医薬品が人体の中に取り込まれるわけではないですよね。取り込まれないような医薬品ありますよね。どんなのがあったっけな？というところではどうですか？そう、例えば、検査薬とかそうじゃないですか。検査薬っていうのは体の中に取り込んでいくのは市販薬ではありませんよね。なので、おしっこを使ってですね、検査をしていくものになりますから、体の中に取り込んでとは限りませんから、こちら A は誤りとなりますよね。はい、そして B なんですが、医薬品は人の疾病の診断治療、もしくは予防に使用されること、または人の体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする生命関連製品であり、人体に対して使用されないものは含まれないよとあるんですけど、はい、こちら B は誤りとなります。何かというと、使用されないものは含まれない。そうですよね。これ、何かというと、そこが違うんですよ。使用されないものは含まれないじゃないですよね。これ何かというと、例えばですね、人体に直接使用されないものってどんなものがあるのかっていうと、例えば殺虫剤とか、そうですよね。殺虫剤とか、あと先ほどやった検査薬とかもそうじゃないですか。人体に直接、使用されないんじゃなくて、されないものとかになりますけど、そういったものも、含んできますから、なので、B は誤りですよね。はい、ということで、こちら大丈夫でしょうか。では次行きましょう。C です。医療用医薬品には、人の生活、一般の生活者が自ら選択し使用するものであるため、登録販売者が、販売に関与しと言ってるんですけど、これ医療用医薬品の記述じゃないですよね。一般用医薬品。の記述になってきますので C は誤り、そして D は正解なので5番が正解となりました。はい、ということでよろしいでしょうか。次行きましょう。問2番です。医薬品のリスク評価に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせを、下段から選びなさいとあるんですけど、はい、こちらですね、答えは2番が正解となります。まず A なんですけど、LD50 とは動物実験により求められる 50% 中毒量のことであり、薬物の毒性の指標として用いられますよとあるんですけど、こちら誤りですね。何かというと中毒量じゃないですよね。そうなんですよ。致死量ですよね。はい、ということで 50%、致死量 LD50 というのはまずは動物実験で使ってきますね。動物実験、そして、50% 致死量になりますので、これ中毒量かもしれないと思っちゃうんですけど、違いますよね。中毒量だけだと死なないですよね。致死量で亡くなっていっちゃいますから、ここ、致死量だと死んじゃうんだなと。そして、人じゃないよ、動物だよと。人だとまずいですよね。なので、動物実験で、50% 致死量、100、例えば100匹の、ネズミに対して、50%、50匹が、死んでしまいますよというものになります。なのでそれらのものというのは、薬物の、毒性ですね。毒性の、
指標として使われてきますので、これも有効性とかで引っ掛けてきますから、十分に気をつけていきましょう。はい、ということで A は誤り、それから B、C、D もですね、ここ引っ掛かった方はぜひ手引きなどを参考にしていただくといいと思います。ただ今のところですね、例えば B の、単回投与独性試験だったりとか反復投与独性試験とかこのあたりのところの、こう言葉これって一体何なんだろうというところはインターネットなどで調べていただくといいんですけど、ここのところを引っ掛けてくることは今のところありませんが、ただね、一応あこんなのあるんだなぐらいな感じで流しておいていただいていいのかなと思います。はい、そして C と D、このあたりも大丈夫でしょうか。GCP それから GPSP このあたりの言葉もですね、GCP はそうですよね、臨床試験のところになりますし、GPSP に関しては調査とか試験の、基準を定めたものになりますから、このあたりもですね、他のところありましたよね、GLP だったりとか、それから GVP とかあったと思いますので、ちゃんとですね頭の中整理しておいてあげてくださいね。はい、ということで、このあたり詳しくはですね、登録販売者の受験対策講座の方でお話をしておりますので、そちらご覧いただくと良いかなと思います。はい、ということで答えは2番が正解でした。では次行きましょう。問3番です。健康食品に関する次の記述の整合について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。4番が正解ですね。A なんですけど、こちら健康増進法、ごめんなさい、健康増進や、それから維持の助けとなる食品は一般的に健康食品として呼ばれ広く使用されています。これはいいですよね。そして B なんですけど、栄養機能食品については各種ビタミン、ミネラル。はい、ここもいいでしょうか。各種ビタミン、ミネラルですよ。ここも引っ掛けてきますので十分に気をつけていきましょう。そして栄養機能食品なので、栄養機能の表示をすることができる。例えばカルシウムのが入ってますよという表記もできるし、そのカルシウムが、骨の成長に役に立ちますよというような、表記をすることができますので、栄養の機能の表示ができるよというところになります。はい、ということで B はこちらですね、特定の保険機能の表示ではありませんので栄養機能の表示となりますから気をつけておいてくださいということで B 一発。そして C は正解、それから D、 これはちょっと難しいですよ。さらっと読むと間違います、これ。よく読んでも、ってなるんですよ。なので、これすごい難しいですね。ちょっと見ていきましょう。機能性表示食品は、疾病に罹患していないものの健康の、維持及び増進に役立つ旨または適する旨を表示するものであり、疾病のリスクの軽減にかかるものも含まれるよとあるんですけど、これは、後半のとこですね。疾病のリスクの軽減に図るものは、これは含まれないです。ここがバツなんですよ。いやー、やってくれますね。難しいですよ、これ。はい、ということで、そこまでね、しっかりと、確認してテキストなど、テキストに載ってない、参考書に載ってないということであれば、手引きを必ず見ながらですね、手引きを参考資料として使いながらですね、参考書とかテキストをもう一つ、そして、手引きを必ず用意して、なので、紙媒体じゃなくてもいいですよ。電子媒体でもいいと思いますので、ぜひそういったところで、補助教材という形で使っていただくと良いかなと思います。はい、ということでここまでしっかりと読み込んでおいてあげてください。なので D は誤りということで答えは4番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い4番です。医薬品の副作用に関する記述のせい、記述について、括弧内言うべき軸の正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。はい、ここもですね、WHO の副作用の定義について、これはですね、よく穴埋め問題で、他の地域もよく聞かれてきますし、このような問題、しっかりとですね、穴埋めどこになっているのかどうかというところ、まあ、今回のところだけじゃなく、例えば A の予防だけではなく、診断、治療というところも、穴埋めで聞かれてきますし、そしてあとはですね、一番後半のところ、有害かつ意図しない反応、こんなところも穴埋めで聞かれてきますから、しっかりとこの副作用の定義はですね、ご自身の中で分かるように、そしてキーワードをしっかりと押さえられるようにしておいてください。はい、ということで問4番は4番が正解となりました。では次行きましょう。問5番です。アレルギーに関する次の記述の整合について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。 A、B、C、D 全部正解です。特に、C のところ、アレルゲン
源となる添加物としては黄色4号、タートラジン、これも黄色じゃなくて他の色とか、あと他の名称とか、あと番号ですね、何号とかっていうところもね、引っ掛けてきますので十分に気をつけておいてあげてください。はい、ということで答えは3番が正解でした。では次行きましょう。はい、では今度は問い6番です。小児の医薬品使用に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。1番が正解ですね。まず A なんですけど、医薬品の使用上の注意によると、おおよその目安としては、乳児は1歳未満。うん、いいですね。そして、幼児は5歳未満のということで、うん、違いますね。これ、前にもちょっと書いてみました。幼児は7歳未満です。いいですか？5歳未満かもしれないじゃダメですよ。7歳未満ですので、ここのところちゃんと気をつけておきましょう。ちなみに小児に関しては15歳未満、乳児は先ほどの1歳未満、このあたりのところですね。乳児はお乳を飲んでる年齢ぐらいだなとか、それから幼児は幼稚園に通ってる年齢ぐらいだなとか、そして、小児に関しては小児科に通える年齢ぐらいだなというようなところでイメージしておいていただくといいかなと思います。はい、ということで、A は誤り。それから B、小児は大人と比べて体の大きさに対して腸が短く服用した医薬品の吸収率が相対的に低いよとあるんですけど、これ×ですね。何かというと2箇所です。腸が短くて長く。そして相対的に低いじゃなくて高くなってきますので、これ何かというと、例えば私大人のお腹バサッと切りました、子供のお腹バサッと切りました、どっちが腸長いですかじゃないですよね、体の大きさに対してどっちが、腸が長いですか、体積に対しての割合です。なので、ここはですね、子供の場合はお腹結構プクッとしてるじゃないですか、だから体の大きさに対して腸が長いです。だから、ここ短いじゃなくて長くなりますし、長くなった分その分医薬品の吸収率は高くなりますので、ここのところ B は誤りとなります。はい、そして C、 小児は、肝臓や腎臓の機能が未発達です。そうですね。そして医薬品の成分の代謝や排泄に時間を要しない、いや、未発達なので要しちゃいますから、なので C は誤りとなります。はい、そして D は正解なので1番が正解でした。では次行きましょう。問い7番です。他の医薬品や食品との相互作用に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。A 正解、 B なんですけど、酒類をよく摂取するものでは肝臓の代謝機能が低下していることが多いですよと。これもうアルコールガンガン飲みすぎてて、そしてもう肝臓疲れちゃってますよだったら確かに代謝機能が低下しちゃいますけど、でも普段よく飲んでる人で元気な人っていうところで考えてください。そうするとですね、アルコールって毒物ですから、体の中に毒物常に入れてますから、何が楽しいんですかね。ごめんなさいね。それで、ごめんなさい、私も好きですからね。で、そんなどんどん毒物入れていくと、私たちの体、毒物を解毒しようとして肝臓が頑張ってくれますよね。だから、普段からよく飲んでる人はですね、肝臓がすごく頑張っちゃうので、なので、こちら代謝機能が低下じゃなくて高くなっていますので、上昇して高くなっておりますから、B は誤り、そして C と D は正解なので、1番が正解となりました。では次行きましょう。問い8番です。高齢者の医薬品使用に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。A 正解、それから B なんですが、一般に高齢者は生理機能が衰えつつ、特に、肝臓や腎臓の機能が低下していると医薬品の作用が現れにくくなるようではなく、こちら、肝臓や腎臓の機能が低下、肝臓がの機能が低下というのは肝臓は分解で代謝していきますよね。なので、代謝されにくくなっちゃいますから、いつまでも医薬品の成分残りますので、そして腎臓も、医薬品をどんどん捨てていきますけど、捨てていかなくなってきちゃいますから、生きにくくなっちゃいますからね。そうするとですね、いつまでも医薬品が体の中に残っちゃいますので、作用が現れやすくなりますから、 B は誤りということで、このところ大丈夫だったでしょうか。なので答えは3番が正解でした。では次行きましょう。問い9番です。
医薬品の品質に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。 A なんですけど、医薬品は高い水準で均一な品質が保証される必要があり、そうですよね、配合されている成分には高温や多湿、光などによって品質の劣化を起こしにくいものが多いですよとあるんですけど、いや確かに起こしにくくしたいんですけど、でもやっぱり出ちゃうんですよ結構。なので、起こしやすくなってくるものが多いので、だからしっかりと管理していきましょうというものになります。はい、なので A は誤りとなります。はい、それから B、 医薬品は、適切な保管陳列がされていれば経時変化による品質の劣化を避けることができる。いや、それで避けられないんですよ、避けられないので、B は誤り、そして C と D は正解なので2番が正解となりました。では次行きましょう。最後ですね、問い10番です。一般用医薬品の定義に関する次の記述について、括弧内指軸の正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。はい、このあたりはですね、第4章の法律のところにもつながってくるものにはなるんですけど、特にここもですね、穴埋めとかで、しっかりと今回のところも確認しておいていただきたいですし、それ以外のところもですね、穴埋めで聞かれるところ多くあります。例えばですね、2行目、人体に対する作用が著しくないもの、ここも著しいとかって引っ掛けてくることもありますので気をつけておいてください。それからですね、3行目から4行目にかけてなんですけど、提供された情報に基づく受容者の選択、4行目の受容者の選択、ここもですね、穴埋めで聞かれてきます。受容者って需要がある人なので、簡単に言うとお客さんですよね、使う人になりますから、そこの選択により使用されることが目的とされますよというところで、ここもですね、引っかかりやすいのでしっかりと気をつけて確認しておいてくださいね。はい、ということで4番が正解となりました。はい、ということで、ここ、四国ブロックですね、第1章、他の地域よりもちょっと難しいかなという問題がありますので、ぜひぜひ細かい、こうキーワード言葉ってですね、確認していただき、そして読み飛ばしてしまうと間違えてしまう可能性がありますので、慎重にしっかりと解いていきましょう。はい、ということで、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひぜひ LINE などに登録していただきますと、質問などもお受けしておりますので、ぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは本日も動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。